ございます。ガツケでね。いや僕はですから、あのさらっといきたい方が。ガツクデって言ったわけですよ。あ、そうやね。ガツクデという心を持っとくでよだけだから、もっとガツクデとか見たいわ。あの生活をってことでしょ。ちょっと待って、見たいわって。俺らなんか二十歳ぐらいの姉ちゃんの動画追っかけましたへんやろ。なんか面白いやん、ピッチさん。いや、絶対、あ、こっち全力で走ってほしい。絶対おかしなりよったわ、思う。それはそれどっかで頭落ちよったとか。面白いねもん、知ってるだけに。なんか切れて迷ったわ。頑張ってんなって感じ。絶対頑張ってんなって思うやん。どうかしらなんかあってんで。あれでしょ、性的なもんじゃないんでしょ、その、生きる様が。そうそう、いや、でも性的なもんもあんで、うん、性的なもんもなかったら、なんか年老うやんか、そのみんなよく言うけど、恋をしてなかったら、吹き込むのが早いとか。あとかね、言いますけど。やっぱ吹き込むの早いで。あ、そうなの、そりゃそうやで、それなかったら。俺なんかちょっといつも半立ちで喋ってんで。あ、そうですか。僕はもう血管まで浮いてます。あ、浮いてんのか。かー、浮いてます。一番気にガッツリ取れやろ。もう五十いらずですからね。五十回ってんでしょ。朝からタオル一本かけて歩いたから。いや、でもね、五十って、思いました。僕最近よくね、会話の中で使うんですけど、時代ちゃうから死んでる年ですもん。いや、もうそういう大都市だったら死んどんで。でしょ、うん、とか、あの、織田信長が人間50年、最後、厚森待ったのがね、50でしょ。昔よりも死んどる。でしょ、うん、それ考えたら。それが今、やろう、やろうも、平均寿命80を超えとんねんだよ、やろうも。男性。女の人なんかにだっては、88やで。88でもう、全部自分のせんなあかんことは自分で生きとったらいいけど、人に迷惑かけて生きんねん。そうですね、健康寿命いうやつ。であれで、だからでもほら女の人言うたら、いやおっさんだ、おじいまよう、うちの師匠も言っとったおじいもあかんわってよう言うとったやんか、あのさっきもう言うたら、嫁がさっき亡くなったら男って吹け込むのはやけど、女の人で男亡くなったらそっから若がって遊び出しちょるやんか、まただからボケる人は多いって言うやん。奥さんが先死んで、死んだらあのお坊さんが、おばあさんって、お坊さんが、どんな職業か、女のお坊さんや、あおばあさん、あ、新しい言葉ですね。おばあさん、いけますね。あまさんじゃない、あまさんやし、おばあさん、おばあさん、あ、いいですね、しっくりきます、あっきり言えんから、いやでも確かにそうでしょ、女の子の方が、子というか人の方がね、なんかやっぱり自分でやらなあかんとか、なんかこう束縛されてたものが、そうやね、絶対解放されてもらうねん、自分でやんのは、だって女の人は音も自分でするやん、ご飯も、そうそう、そうやから、そうそうそう、だからその抑えられてたのが一気になくなるから考えるんじゃん、 あれあかんこれあかんって、もうめっちゃうるさいやつはめっちゃうるさいやん、私らの友達でも、うちの親父もうちの親父もうちのまあ俺が亡くなった時に言うとったもん、なんかうちの親父って神経質のおっさんやったから、まあ二人でもう晩年働くの死ぬからないしょとかやっとって、うん、で箱詰めとかした後にこうガムテープをパッとしてバリバリバリって言うやんか、うん、そのバリバリバリっておかんがやった後がおとんうるさいって怒っとって、そんな怒ったんねや思って、お前亡くなってから自分でバリバリってやりだしたらなるもんやねんなと思って、うん、普通気ぃつくやろそれ、うん、世代もあるんちゃいます、でもすごい家のことする人はするやん、男の人でも、うちの好きな人は、まあ、好きな豆な人、うちのお父さんは全くできへんかってんやんか、だからうちのおかんが旅行行くって言ってももうこれ、ああもうそれだけでもあかんねん、台風とかいうパンツとかも全部並べていいから、シャツとかもどこにあるか分からへん、ああそう、おおやるは特にそれは、うん、何がどこにあるか分からへんのかった、でもうちの旦那のお父さんはご飯も作るし、うん、何でもするから、逆にお母さんが作ったご飯私食べたことないねん、ああそうなんや、俺と一緒や、俺もだから何でもできるから一人で暮らしても全然何の不自由もないねん、すごい、だから私らが行っても全部あの刺身とかでもさばいてくれ、さばくっていうか全部してくれるし、なんか職業プロでやったはった、いやちゃうちゃうちゃう、サラリーマンやけど、それが好きやねんな、だからすっごい分かるの好きや、一番最初だから家行った時にご飯食べて行きって言った時も、タイとごぼうと炊いたやつ、あらあらだけみたいな、あらだけなんて美味しいんやろと、その時って私そんなもんできひんや、まだ結婚もしてへんし、家全部おかん任せやったからさ、また若いやつがタイのあらを炊こうとは思えへんしな、思えへん、それを買うてくる、それってタイ買うてくるやん、お作りでも、でお作りとかでも切るのよう切れへんからさ、刺身包丁もないしさ、もう、まあ、普通の家庭にはあんまりないけどな、あんね全部だからさばいてすんね、うちも親父が魚やったからだけどな、だからうちの旦那が釣りとか行ってタイ釣ってきたとか言ったらそっち持って行ってさばいてもらう、できへん、うちの包丁じゃできひんもんだって、うちもさ、俺もだからすんなすんな好きやったから、まず嫁と一緒に住んだ時に、うん、子供が俺に聞いとったもん、お父ちゃん晩ご飯何って、うん、料理とかしますもんね、するするする、全くそんなんできへんから、あそうなんや、
や、それは僕今一人やんか、ね、人全部外食外食ですよ。あ、そうなん。外食もおよび拾い食いね。お前、うちの相方のそっくりさんか。いや、外食言うたらなんかこうね、かっこよく、かっこいいけど、僕はもう吉野家で、ほんとそんなことないですよ。いや、だから僕言うように、あの、出てへんでしょ、うん、逆に自分の何得意な分野を広げなあかんから、コミュニケーション能力、なるほどなるほど、喋ることに関しては、いやいや、あ、こいつやっちゃうって一瞬でも思いました。当日がある人間でも、あ、ちょっといいよ、もう晩ご飯作りましょうかとか、それはない、言わすように持ってた感じじゃないですか。ということで、ちょっとした小松兄さんの要素を持ってるかもしれないな。いや、ちょっとどんな人からでも金を引っ張られる。あの人は筋金入れやから。筋金、どんな人からでも金引っ張る。でも、ご飯とか作られへん人に、作ったりしとったら惚れられるんじゃん。逆に。絶対それは、絶対ありますよ。味付けは濃いとか薄いとかあるけど、それがバッチリ合った時って。あ、そら、だからよく、あの、料理できます言うたら、ポイント上がる言うじゃないですか。あれは絶対。あれだから、やろうにしても女の人どっちにしてもそうやろうな。いや、さ、洗濯私うまいねん言われるよりも、料理うまいねんって言われた方が。ああ、でも洗濯苦手な人にしたら、そっちの方がいいかもしれんね。さ、どこをつくかです。そうそうそう、洗濯はだって洗濯機がするやん。その洗濯は自分でしてください。